製造鉄道から見たニエンチェンタンラ山脈。左奥の頂上が尖った雪山はサムリン管三本。ニエンチェンタンラ山脈はチベット自治区中東部をほぼ東西に走る山脈。西側はカンティセ山脈、東側は横断山脈。全長線 400km、平均幅 80km、平均海抜5000から 6000m。ニエンチェンタンラとは、 丹羅山脈に次ぐという意味で、山脈の規模が丹羅山脈に次ぐ大きさであることに由来する。ヤルンツアンポガーと土この分水嶺にして、高原の寒冷な気候帯と温暖な気候帯との境界線でもある。主砲のニエンチェン丹羅山の標高は7162メートル。遠山運動末期に山脈が形成され、東への終局により作られた終局山脈である。 山脈の南側は大きな断層が通過する。二円チェンタンラ山脈は氷河で主に覆われており、面積7536平方キロメートルの製造高原南東部最大の氷河地帯である。そのうち27の氷河が全長10キロメートルを超える。除液密ぐ八玉溝の金氷河は33キロメートルに達し、 末端の海抜はわずか2530メートル、チベット最大の氷河にして、中国最大の海洋性氷河である。山脈の東側はインド洋の西南モンスーンの影響を受けて降水が多い。西側は半乾燥気候で降水が少ない。ありがとうございます。